どうも、こんばんは、エヌムです。今回は東京グルリインボーク兄弟の確執10日編新しいイベントが来たので、早速 S やっていきたいと思います。で、最近ちょっと有馬ばっか使ってね、もう面白くないことに気づいたので、今回は、マドさん、アキラ、アモンというですね、この夢パを使ってやっていきたいと思います。フレンドは適当に10日を選びました。誕生日10日ですね。確か回復だったような気がするんだけどね。ごとつしてるんで、非常に使えると思います。まあね、この3人が揃うことを、揃う場面をね、見たかったですね。待って、これあれか、いきなりあれだな。ってことはだよ、ディフェンダーのブレイカーか。ちょっとあれだな、これ一発でブレイクするかな。あー、しねえのか。ちょっと厳しい。じゃあ、あいつ麻痺させるか。だいぶ麻痺をためさせての、どうかな、うまい。最近ね、絶対俺窓さんのあれ上手くなったと思うんですよ。思いませんか、思いませんかね。絶対窓さんのモノマネ上手い俺。どうかな。早くさ、アキラのスキルであいつらまひらせねえと。あ、待って、これまひるよね。大丈夫だよね。またまひんないとさ、お前詳細読めよみたいな感じでさ、コメント欄に多分今書かれてると思うからさ、今回読んでくるの忘れましたね。まあいつものことなんで、まひ2回やってまひたまるかな。微妙だな。アモンのスキル貯めたいから。お、クリティカルいいぞ。これやったら、わあ、微妙、たまんね。ぬおっせい、ぬお、ちょ待って、全然あいつら削れないんだけど、どうなってんの。あ、やべえ、これマジか。マジのすけ、これ一回やり過ごすか。で、多分ね、アモンが相手に攻撃されつつ、こいつ結構要塞型だからね。あー、 30% で回避つけてるから、まあまあ要塞型で、アキラもまあまあ避けるからね。おー、やべえ、ちょ待って、いつもの来ちゃったよ。とりあえずアモンで一回殴って、で、アキラで一回殴って、こうやって、クズは駆逐だ。これスキル見てる暇ねえな。スキル見てたら充電が、あー、かっさらわれるから、とりあえずこっちアキラで殴って、マドさんでドンして、でマドさんのバフをかけつつ、スキルブーストためつつ、アモンのスキルをアヤトにぶち込む。それでいきましょう。どうかな、どうかな。絶対似てると思うんだけどな。正義の元であればどんな卑怯でも許される。ぬん。さあ、下の2匹まひってるし、じゃあ、あやとに一発ぶち込みますか。吹き飛べ。あ、そんな言うほどだな。言うほどだなつか、全然食らってないじゃん。ふざけんなよ。こうやって10日のスキルちょっと見ますわ。 35% 回流血状態回復は、流血してねえんだよな。だから一応回復しとくか、溜まってるしな。このスキル最高に好きなんだけど、ここ、この髪が風に揺れる瞬間、あそこ超かわいい。コナミ。まあいいや、とりあえずやって、アモンドキシザン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 。あー、これなんかスキル使うとさ、あ、でもそれってあれ、重蔵の小岩タッチだっけな、忘れました。ふわっ、ちょ、これ充電やばいな。アヤトしか動けねえから、アヤトの攻撃でさえ防いでいけばいいよ。あいつがどんなスキル使う、あ、流血か。うわー、ちょ、取っときゃよかった。ダリーダリー、あ、でも言うほどあいつ攻撃力高くねえな。え、とりあえずアヤトにスキル一発ぶち込んで、またブレイクもらうぜ。じゃあ、アヤト全然削れねえ。これ俺の充電があれだな、朽ちるか、アヤトが朽ちるかの勝負だな、これ。違うか、いや、そうだろ。一応アキラ出して、私がやろう。だからこれ流血解除したいから、1、2、3で10日ためえの、あ、これ無限ループじゃね。無限、こう毎ターンこれやればさ、流血なんて怖くねえな。いいぞ、10日使えるぞ、このクエストで。あ、みんなこのクエストワンパンするんだろうか。
一応10日下げるか、いや窓さん下げた方がいいのかな。バフをさ貯めたいからこうシフトで出す時のあれも結構使えるんだよね。ということで窓さんを出しましょう。援護するで、こっちにアモン打ってで、スキブ使って風紀飛べ、あやと82万。あと1回スキブ、あでも窓さんのバフを切るのか次、それはちょっとめんどくさいな。窓のよよいけるだろこれ、よーし。で多分次のターン麻痺また打てるからいい感じにね、次、ま、これで麻痺切れるでしょ。うん、切れた切れた。でこれでアキラにまたバフじゃねえわ、麻痺のやつ打たされるから、あやと麻痺んねえかな。あこれあやと麻痺んないのってもしかして塩、もう詳細読んでないからよ、また言われちまうよ。ね、これちょっとアモン下げたいんだけど、アキラ一回打ってどうか、アモンにドン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 。これさアキラ、いやアキラと交代させ、いやトーカと交代させ、トーカと交代させてさ、窓さんたまっかんな、たまんないだろ。いいや、アヤトに言うと、行くぜ吹き飛べアヤト、おら36万、渋いな、全然減ってないだろ。ああアモン、アモン、マドさん、手を緩めるなよ。あ、やっぱたまんねえな。どうかな？いや、これでね、吹っ飛んでほしいんだけどね、いつだろう、アモンのあれが溶けるの。アモンの二頭クラが溶けるのいつだろうな。いや、もうちょっとやれそうなんだけどな。頼む、次のターン、なんか変なことしてこないで。いいね、ほう、いやー 200% ダメージか、やっぱなんか違うことしてくるんだなこれ、ターンが出すと。次なんだろうな、まあお前に次はないけどな。正義のもとであればどんな卑怯も許されるぬん。ここね、アモンのスキルたまんないからね、このまひってるやつフルボッコにしようか。1、2、どうかな。ああ、オーケーオーケーオーケー、スキブたまった。でもスキブたまったところでな、どうせ落ちるんだよな。いや、あ、マドさんのバフかかってるし、あやと落ちるでしょ、満身かな。スキブ次のターンまで残しときたいんだけど、で次のターン吹き飛ばしたいから、ここはアモンを信じて使わない、吹き飛べ。よーしよしよし、いい子いい子いい子だ。で、回復したいからここアキラ出して、まあ、アモン下げてもよかったんだけどな。せいザン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 で、次トーカ出して回復してみたいな感じで一緒。あー、これ勝ちましたね。そういや今回重蔵連れてきて、なんか物足りねえと思ったらよ、重蔵連れてきてないんだな。まあこのコンセプトだからよ、今日のパーティーはこういうコンセプト。あー、マジかよ。アモンのさ溶けてんだけど、お前ふざけんなし、マジか。これ1回でアモンのあれ溜まるか分かんねえからな。溜まるだろ、信じるわ、溜まった。スン、あー今回まだあいつぶち殺せないな。普通の不意打ち、まあ、ここはもう一回窓さんのバフを貯めましょうね。普通の不意打ち、いやこのさスキル何がいいってよ、背景が明るいんだよな。なんかさ攻撃系のスキルとかさ覚醒系のスキルって背景真っ黒じゃん。でこれさ背景がさ、あの無印東京グールのさアニメのオープニングの背景っていう、言いたいことわかるよね。このスキルだけなんか異質だわ。他になんかあったっけ、背景いい感じのスキルないよね。こいつだ、誕生日とかだけなんか特別だよね、絶対そうだ。でまあまあこいつブレイクあるな。あ、やべ、向こうに打ったらよかったな。だるミスった。せいでここでスキル貯めたいんだが、溜まったな、溜まっちまったな。いやーここで打ちたくねえから
ね、ここ窓さんのバフを貯めてもらおう。今かかってるんだけどね。でここでアモンを撃つ。いやー、アヤトよりこっちの方がやっぱ時間かかる。58万。お前まだ生きてんのか。え、全然食らってねえ。なんなんだこいつら、雑魚の異様なしぶとさ。待って、こいつらが俺の充電を削りに来てる。これ充電切れたら負けだからな。心なしかフレームレート落ちたような気がするな。アモンはさ、スキブ使ってっから、あー、まだ持つけど。これでオッケー。お前ら2体とも麻痺れ。お前らのターンはないぞ。え、どっちも麻痺ないんかい。はあはあはあ、あ、よし、吹き飛べ。おら、オッケー、オーバーキロー出して。よそ見すんなってな。まあ次あれですね、アモンが溜まればの話だけど、まあ溜まるだろう。アモン溜めて、アモンの、あ、窓さんのワフとアモンのスキルで吹き飛ばして終わり。青霧の下っ端、意外にしぶとくて草生える。まあね、俺は最後まで抜かりないんで。見える、パンツが見える、かわいい。あれ、なんでその立ち姿や。お前ちょっと膝が曲がってる感じがすげえかわいいわ。よいしょ。よし、終わりだ。吹き飛べ、おさらばだ。あれ、おお、しぶてえ、マジしぶてえ。お前ゴキブリ並みの生命力、ミリ残し。我々は正義だ。いいっすね、やっぱ有馬連れていかないといい感じに苦戦できて楽しいな。アタッチメント落ちるだろうか。アタッチじゃなかったわ、この SR 投下か。なかなかいいな。あ、スキル見れないんだっけ。そういや、あれか。あ、これっすよ、これこれこれ。え、何、ちょ待って、おいおいおい、ズームできねえじゃん。おい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 、え、どうやってズーム、ちょ待って、どうやってズームすんのこれ。え、ズームもクソもない感じか。ああ、もういい。まあいいや。SSR キャラとかならなんかもっとマシになるのかな、知らんけど。受けるダメージをさ、この1万カットってさ、これ強襲で使えるんじゃないですか皆さん。強襲でさ、有馬に、鳴神有馬に一撃でやられてる皆さん。これ、キャラに1個ずつつけてたらいいんじゃないですか ?1 万カット。1万カットか。それじゃあどうなんだろうね。まあいいか。ああ、教習で使えるんじゃないかな。はい。ということで、お疲れ様でした。兄弟の確執 S、10日編ということで、有馬を連れて行かずに、クリアしたということでね、なかなか楽しかったと思います。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。